シンシナティレッズはメジャーリーグベースボールナショナルリーグ中築所属のプロ野球チーム。本拠地はオハイオ州シンシナティにあるグレートアメリカンボールパーク。19世紀から存在する古参球団。創設後しばらくは優勝と縁がなく、1919年のワールドシリーズで八王朝が発覚するシカゴホワイトソックスを破って、 初の世界一に輝いた。その後、再び超低名期に入ったものの、1940年に二度目のワールドシリーズ制覇を果たす。チームの黄金期は1970年代。名称スパーキー、アンダーソンの下、ジョニー・ベンチ、ジョー・モーガン、ピート・ローズらが活躍、ビッグレッド・マシンのニックネームで全米に旋風を巻き起こした。 1970年代には1975年、1976年とワールドシリーズに連覇、リーグ優勝4回、地区優勝6回を誇った。1978年には日米野球で訪日した。1984年にはローズが選手兼任監督に就任するが、1989年に、 自身の野球賭博が発覚し、永久追放処分を受ける。その後、1990年には、ルーピネラ監督の下ノーム・チャールトン、ロブ・ディブル、ランディ・マイヤーズら、ナスティ・ボーイズの活躍で5度目のワールドチャンピオンに輝いた。2000年には、ケングリフィー・ージュニアが、レッズに移籍。父親であるケングリフィー・ーシニアもレッズの一員として、 黄金時代を支えた選手であり、若くしてスーパースターとしての地位を確立していたジュニアの来訪に地元は歓迎一色に包まれた。しかしこの頃からチームも低迷、なり物入りで加入したはずのジュニア自身も移籍後は故障がちになり期待通りの活躍を見せることができず、2001年から2009年まで9年連続で負け越しのシーズンが続いていた。 リーグパークシンシナティでは1869年にアメリカ合衆国史上最小のプロ野球チームとしてシンシナティレッドストッキングスが誕生。レッドストッキングスはアメリカ各地を巡業し各地のチームと対戦し多くの観客を集めた。このレッドストッキングスの選手の大半は1870年にボストンに移りボストンレッドストッキングスとして活動することになる。 1876年のナショナルリーグ創設時には、現在と同じ、シンシナ・ティレズズを名乗る球団が、新たに創設された。しかしこのチームは1880年に、球場で酒を販売しない、日曜日は試合よくまず球場は閉鎖するといった、当時のナショナルリーグ規則に従わず、当時のリーグ会長、ウィリアム・ハルバートによって、リーグを脱退させられ消滅する。 その後、1882年に新たに現在につながる、シンシナティ・レッド・ストッキングスが創設され、同時期に創立された、アメリカン・アソシエーションに加盟、同年にリーグ優勝を成し遂げる。1884年、ユニオン・アソシエーションが創立されると、同じシンシナティにシンシナティ・アウトロー・レッズが創設され、当時レッド・ストッキングスが本拠地としていた。 バンクストリートグラウンズはアウトローレッズが使用することとなり、レッドストッキングスは急遽リーグパークに本拠地を移した。レッドストッキングスは1890年にアメリカンアソシエーションからナショナルリーグに倶れ替えし、チーム名も現在のシンシナティレッズとなった。当時のレッズには通算284勝を挙げたトニーマレーニア、野手では それぞれ二度のリーグ最多本類打を記録した、ジョン・ライリーや、バグ・ホリデー、引退直前まですででプレーしたという守備の名手ビッド、マクフィーラが在籍していたが、チームはなかなか優勝争いに顔を出せなかった。1901年の2リーグ戦以後も苦戦し、20世紀初のリーグ優勝は、首位打者となったエド・ローシュやキューバ出身のドルフル・ケラが、 活躍した1919 19年となった。その間、1912年に後にクロスリーフィールドと改名し、60年近くにわたって使用されることとなる、レッドランドフィールドに本拠地を移している。ワールドシリーズでは、シカゴホワイトソックスと対戦。戦前は不利の予想であったが、5勝3敗で、レッズが初のワールドチャンピオンに輝いた。しかし、 翌年になって、ホワイトソックスの選手が、矢町に加担していたことが発覚し、ジョージャクソンが8選手が、永久追放になる事件に発展した。そのため、このシリーズはレッズが勝った、ワールドシリーズというよりも、ブラックソックス事件が起こった、ワールドシリーズとして、記憶に残ることとなる。クロスリーフィールドその後ブラックソックス事件を、 引きずることとなったレッズは再び優勝から遠ざかることとなる。1920年代に入ってしばらくは安定した戦いぶりを見せるが、1930年代に入るとチームの低迷も一層深刻なものとなった。1931年から1934年まで4年連続で最下位に沈み、1934年には、 チームワーストとなるシーズン99敗を記録してしまう。そんな中、1935年5月14日には、本拠地、クロスリーフィールドで MLB 初のナイトゲームを行っている。当時この出来事は話題を呼び、大恐慌の煽りを受けて、観客源に悩まされていた MLB の人気を取り戻すきっかけとなった。チーム復活のきっかけとなったのは、 1937年に、後のナリーグ会長となるオーレンジャイルズが、ゼネラルマネージャーとして、レッズの経営に参加したことであろう。ジャイルズのチーム作りは、翌年から成果を上げ始め、1938年に、ビル・マケシュニーを監督に招聘すると、この年には、ジョニー・バンダー・アーミーアが、MLB 史上唯一となる2試合連続ノーヒットノーランを、達成。 星野アーニー・ロンバルディが打率342で首位打者に輝きチームも10年ぶりに勝率5割に復帰した1939年にはバッキー・オルターズ、ポール・デリンジャーの両エースがそれぞれ27勝25勝を挙げるとフランク・マコーミックも128打点で打点王に輝く活躍を見せ1919年以来と なる二度目のリーグ優勝を果たす。翌1940年には、球団史上初めてシーズン100勝を達成してのリーグ2連覇。2位ブルックリンドジャースとは12ゲーム差という圧倒的な成績だった。ワールドシリーズではデトロイトタイガースと対戦。最終戦までも連れ込んだ末にタイガースを下し、二度目のワールドチャンピオンに輝いた。 この間1938年には、ロンバルディ、1939年には、ウォルターズ、1940年には、マコーミックと3年連続で、レッズの選手が MVP を獲得し、リーグ屈指の戦力を誇った。第二次世界大戦が激化する中、1944年6月11日の、 セントルイスカージナルス戦で、ジョーナックス・ホールが15歳10ヶ月11日という、MLB 史上最年少で、マウンドに上がった。1アウトは取ったもののその後に5点を取られて降板、その試合限りでマイナー落ちとなった。後にナックス・ホールは1952年に再び、メジャーに昇格し、現役16年間で、通算135勝117敗を記録、引退後は、 レッズの専属解説者を務めた。1940年代後半に入ると、上記の選手も次々と対談し、チームも次第に下降戦をたどる。1945年には61勝93敗で、勝率3割台に落ち込み、以降1955年まで勝率5割以下のシーズンが続いた。1950年代には、マッカーシズムの影響もあり、 1953年には、チーム名もレッドレッグスと改名した。レッズが、共産主義者を指す言葉でもあるため、赤狩りの対象となるのを、レッズのオーナーたちが恐れたものだった。後に、マッカーシズムが終焉を迎えると、1958年には、元のレッズという名称に戻っている。この頃チームを支えたのは、 テッドクルズースキーで1954年には49本類打141打点で2冠王に輝いている。また当時、クルズースキーは自分でユニフォームの袖部分を切り、ノースリーブのユニフォームを着用して話題となった。1969年のクロスリーフィールド。老朽化して、翌1970年にその歴史を閉じた。1956年。 フランク・ロビンソンがメジャーデビューし、いきなり38本塁打を放つ活躍を見せ、新人王を受賞。チームも当時のナショナルリーグ最多体記録となる221本塁打を放った。その後ロビンソンはチームの手法として、活躍、1965年限りでチームを離れるまでに、通算324本塁打を記録した。百六十一年、 前年のシーズン途中に就任したフレッド・ハッチンソン監督の下久々のリーグ優勝を果たす。しかし、ワールドシリーズではロジャー・マリス、ミッキー・マントルの MM4 を要するニューヨーク・ヤンキースと対戦し、1勝4敗で敗れた。1964年にはハッチソンが45歳という若さで亡くなる悲劇もあったが、この頃には、 後の黄金時代を支える選手たちが次々と現れ、チームも上位に進出する機会が多くなった。1963年にピート・ローズがメジャーデビュー、1967年にはジョニー・ベンチがメジャーデビューし、それぞれ新人王を受賞した。しかし、1960年代のワールドシリーズ、進出は1961年の一度きりで、レッズが 本当の黄金時代を迎えるにはもう少し待たなければならなかった。1969年からは東西区制導入によりナショナルリーグに市区所属となる。1970年代前半リバーフロントスタジアムレッズが最も輝いたのは1970年代中盤のビッグレッドマシンである。1970年にスパーキー、アンダーソン監督が就任。 シーズン途中の6月30日リバーフロントスタジアムが開場し、この年には102勝60敗という圧倒的な成績で地区優勝を果たした。リーグチャンピオンシップシリーズではピッツバーグパイレーツに3連勝し、5度目のリーグ優勝。しかし、 ワールドシリーズではレッズから移籍したフランク・ロビンソンとブルックス・ロビンソンのロビンソンコンビをするボルチモア・オリオールズの前に1勝4敗で敗れ去った。翌1971年は79勝83敗と負け越し、チームも4に位に沈んでしまうが、シーズン途中にジョージ・ホスター、オフにはジョー・モーガンを獲得する。この2人を加えたことで、 レッズの陣容はさらに厚みを増し、1972年には2度目の地区優勝。リーグチャンピオンシップシリーズでは、前年に続きパイレーツとの対戦となり、互いに2勝を挙げシリーズは最終戦まで持ち込まれた。この試合でレッズは9回裏まで2対3とリードされていたが、9回戦投打者のベンチの騎士回生となる本塁打で同点。なおも、 チャンスとなり相手投手の冒頭によってサヨナラ勝利を収めた。ワールドシリーズでは強打者、レジー・ジャクソの養子、マスター・シュギャングと呼ばれた、オークランド・アスレチックスと対戦。第6戦を除いて、すべて1点差ゲームという大激戦のシリーズとなり、こちらも最終戦までもつれ込んだが、最終的に3勝4敗で敗れてしまった。1973年には、 オールスター前まで、首位ロサンゼルスドジャース10.5ゲーム差をつけられていたが、この後に、驚異的な追い上げを見せて、地区に連覇を達成。しかし、リーグチャンピオンシップシリーズでは、ニューヨークメッツに2勝3敗で敗れている。1974年は開幕戦で、アトランタブレイブスと対戦。折しも全米で、ハンク・アーロンの本塁打記録が注目されており、この試合で、 ルースと並ぶ714本目の本塁打を放っている。この年もレッズは変わらぬ、強さを見せ98勝を挙げるが、ドジャースがそれを上回る102勝を挙げたため、地区優勝はならなかった。1970年代後半1975年、保守ベンチ、1塁トニー・ペレス、2塁モーガン、遊撃レイブ・コンセプシオン、3塁ローズ、右翼剣、グリフィー・シニア、 中堅シーザージェロにも左翼フォスターが揃い踏みし、まさに最強といえるオーダーが完成する。この年のレッズは他チームを寄せ付けない圧倒的な戦いぶりを見せ、108勝54敗という成績で地区優勝を果たす。リーグチャンピオンシップシリーズではパイレーツに3連勝し、ワールドシリーズではボストンレッドソックスと対戦。このシリーズは共に強打を誇るチーム同士の 対戦として、九死に残る、名勝負となった。第一戦では、レッドソックスのルイ・ティアントがレッズ打線を完全に、抑え込み、0対6でレッドソックスが勝利。続く、第二戦では9回までレッドソックスが1対2と、リードしていたが、9回表のコンセプシオンの同点打、ケングリフィーの逆転打によって、レッズが勝利した。 第3戦は両チーム合わせて6本の本塁打が飛び交うランダ戦となったが延長の末にモーガンのサヨナラ打によってレッズが2連勝。第4戦ではレッドソックスが勝利したが第5戦でレッズが勝利し3勝2敗でレッズがワールドチャンピオンに王手をかけた。迎えた第6戦はシリーズ屈指の名勝負となる。試合は1回裏に フレッドリンが3ランを放ち、レッドソックスが先制。その後5回に、レッズも同点に追いつき、7回と8回に追加点を奪って、レッズが6対3とリードした。しかし8回裏、レッドソックスの代打バーニーカーボが、同点の3ランを放ち試合は振り出しに。9回、11回とそれぞれがチャンスを不意にしてしまい、試合は深夜遅くに及んだ。 そして延長12回裏、カールトン・フィスクのサヨナラ本塁打によって、レッドソックスが勝利。日にちをまたぐ、激戦の末に決着は、第7戦に持ち込まれた。最終戦は6回まで0対3とレッドソックスが、リード。しかし7回に、レッズが、同点に追いつき、9回表のモーガンの、勝ち越し打によって、レッズが、ワールドシリーズ優勝を決めた。 1976年も102勝60敗と圧倒的な強さを見せつけて地区に連覇。リーグチャンピオンシップシリーズではフィリーズ、ワールドシリーズではヤンキースを全く寄せつけることなく7連勝でワールドシリーズに連覇を果たした。同一年ポストシーズン無敗は唯一の記録で同一年ポストシーズン7連勝の2004年に レッドソックスが8連勝を達成するまでメジャー記録であった。この頃のレッズはしばしば MLB、史上最強チームとして挙げられるほどで、まさに黄金時代を迎えていたと言える。1977年にはペレスをトレードでモントリオールエクスポズに放出、トレード期限の6月15日にトムシーバーがメッツから移籍。 フォスターが本塁打と打点の2冠で MVP に輝き、シーバーも期待通りの活躍を見せたが、チームは前年とは逆にドジャースに10ゲーム差をつけられ、地区2位に終わる。フォスターは、翌1978年も2冠を獲得、ローズも、ジョーディ・マジオに次ぐ44試合連続安打を、記録するものの、またもドジャースに及ばず2位。この年のオフには、アンダーソン監督が、 日米野球から帰国直後に電撃解任され、ローズもフィラデルフィアフィリーズへ FA 一席した。1979年には新たにジョン・マクナマラを監督に迎え、3年ぶりの地区優勝を果たすが、リーグチャンピオンシップシリーズでパイレーツに3連敗を喫した。1980年代に入ると、 黄金時代を支えた主力選手も衰え、または移籍してチームは次第に低迷期に入る。エリック・デイビス1981年にはシーズンを通じて66勝42敗と西地区では最も成績は良かったもののストライキによって全校規制が導入されたためプレイオフ進出はならなかった。1982年には 球団史上初めてシーズン100敗を喫してしまい、地区再開に沈んだ。翌1983年も再開となり、1984年途中には、ローズが選手兼任監督としてチームに復帰する。1985年9月11日には、タイカッブを抜き、MLB 史上最多安打となる4292本目のヒットを放ち、 大きな話題を作った。しかし、1985年から1988年まで4年連続で、地区2位に終わり、地区優勝には手が届かなかった。1985年には、前年にメジャーデビューしたドム・ブラウニングが20勝を挙げる活躍を見せ、イゴレッズのエースとして活躍し、1988年9月16日には、完全試合も達成した。 1986年には、バリー・ラーキンがメジャーデビューし、コンセプシオンから声優劇種の残を受け継ぐなど、世代交代も進んだ。他にも1988年に新人王を獲得した、クリス・セーボーをはじめ、エリック・デイビス、ボール・オニールといった若手選手も台頭した。1987年より、 監督専任となったローズは1988年途中に一旦監督を解任されるが1989年に再び監督に就任する。しかし、この年には野球賭博で自チームの結果をかけたことで8月31日に永久追放処分を受けチームも地区5位に沈んでしまう。しかしその年オフに就任したルーピネラ監督の下 1990年には、ノーム・チャールトン、ロブ・ディブル、ランディ・マイヤーズの3人の速球波球演投手からなる、ナスティ・ボーイズの活躍もあって、11年ぶりの地区優勝を果たし、リーグチャンピオンシップシリーズではパイレーツを破って9度目のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズでは、当時最強軍団と歌われた、オークランド・アスレチックスと対戦。 ナスティ・ボーイズと先発のホセ・リーホがアスレチックス打線を完全に抑え込み、4連勝で14年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。1993年には、トニー・ペレスを監督に招くが、チームは低迷し、44試合を終えた時点で解任された。代わりに、デイビー・ジョンソンが監督に就任。 ナショナルリーグ中地区に移動した1994年には地区優勝を果たすが、1994年から1995年の MLB ストライキによってシーズンが途中で打ち切られたため、プレイオフ進出はならなかった。翌1995年もラーキンが MVP を受賞する活躍を見せ、地区優勝を果たすも、 リーグチャンピオンシップシリーズで、ブレーブスに4連敗を喫し、優勝には手が届かなかった。1999年には96勝を挙げ、ワイルドカード出場をかけてメッツと争ったが、1ゲームプレイオフで、敗れてしまった。2003年にオープンした、グレート、アメリカンボールパーク兼、グリフィージュニア2000年には、シアトルマリナーズからケン・グリフィージュニアが移籍。 親子二代にわたるスター選手の在籍となり大きな話題となったが、その年は地区2位に終わった。2001年以降は2007年まで7年連続負け越しと低迷。2003年には打者有利な球場であるグレートアメリカンボールパークへ本拠地を移した。その恩恵もあってか2004年からは3年連続で。 チーム本塁打が200本を超え、同年にはグリフィーが500本塁打を達成。チームの主砲であるアダムダンは4年連続で40本塁打を記録した。一方、もともと強力ではなかった、投手陣はさらに弱体化し、チーム防御率は、毎年のように4点台後半から5点台と、リーグワーストを記録。2005年には、エリック・ミルトンが、 球団ワースト記録を更新する40基本類打を記録してしまった。2006年には開幕から好調を維持したものの終盤に失速し、プレイオフ進出はならず。2007年は逆に開幕からつまずき、シーズン途中でジェリー・ナロン監督は解任、チームも72勝90敗で地区5位に沈んだ。同年10月、新監督として、 ダスティ・ベイカーを3年1050万ドルの購入で昇平したものの、翌2008年4月23日、9勝12敗の時点で、前 GM ウェインクリブスキーを早々に解任。あまりに早すぎる解任通達であったが、ロバート・カステリーニオーナーは、彼は2006年に就任してから2年続けて、負け越しており、今年もスタートでけつまずいた、私は、 気の長い方ではないと述べ、その公認として長らく、セントルイスカージナルスの GM を務め上げ、当年から、レッズの特別相談役となっていたオルト・ジョケッティが、就任する運びとなった。11年間にわたる、長期政権を築いたジム・ボーデン GM が2003年、限りでチームを去って、以降、2008年までの5年足らずの間に、GM は3人。 監督は4人と交代劇が続いており、これでは長期的プランに沿った再建などできるはずもなく、巧妙な記迷奏状態に陥っていた。2010年は3年契約の3年目を迎えた、ベーカー監督式の下ナショナルリーグ中地区で15年ぶりに地区優勝し、ディビジョンシリーズ進出。オフに、ベーカーとの契約を2年延長した。2011年は、 負け越して3位に終わった。2012年は97勝65敗で地区優勝。サンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズでは、ナリーグ史上初となる敵地に連勝から、本拠地3連敗という屈辱的な敗退を喫した。2013年は地区3位ながら、ワイルドカードゲーム進出を決めるも、パイレーツに敗れて、ディビジョンシリーズ進出はならなかった。 オフにチームはベーカーを解任した。2014年以降は負け越しが続き、2015年から4年連続でナショナルリーグ中築再開に沈んでいる。2018年の MLB ドラフト1巡目でジョナサン・インディアを指名し獲得した。2019年は75勝87敗でナリーグ中築4位でシーズンを終えた。 MLB39 弾で唯一日本人選手の在籍がなかったレッズだが12月30日に埼玉西武ライオンズから FA の秋山翔吾を獲得。これにより全球団に日本人選手が在籍したことになった。秋山の他にも FA 市場からウェイド・マイリー、マイク・ムスタカス、ニック・カステアのスラを獲得するなど大型補強に成功した。 2021年4月1日にインディアがメジャーデビューを果たした。オフの11月3日にタッカーバーンハートをトレードでタイガースに放出した。11月5日にウェーバーにかけていたマイリーをカブスへ放出した。11月15日にインディアが球団史上8人目となる新人王を受賞した。かつてはアメリカ合衆国最古のプロ球団であるレッズに 経緯を表して、レッズは全球団に先駆けて、必ず本拠地で開幕戦を行った。基本的には、前年のナショナルリーグ優勝チームと対戦し、同じ日に開幕する場合でも他の試合はすべてレッズの、試合よりも遅く開始するのが、習わしとなっていた。これを、トラディッショナルオープナーと呼んだ。しかし、1986年にデトロイトタイガースが、 日程上の理由でこの観光を初めて破り、レッズの試合よりも早くボストン・レッドソックスとの開幕戦を行った。シンシナティの市議会は、デトロイトからの航空機の乗り入れを禁止するという決議まで行い、抗議の意を表した。なお、このデトロイトでの試合では、タイガースの開幕投手、ジャック・モリスが投じた初球を、レッドソックスの一番打者、 ドワイト・エヴァンスが本塁打を放ち、MLB 史上初の開幕戦初級本塁打が記録されることとなった。1958年に設立され、87人が伝道入りを果たしている。ありがとうございます。